神,神の,ための第6章、神の国か立憲主義かということで、基本的にはあのここであの考えてたのは天,あの天皇帰還説なんですね。いや、つまり立憲主義がいつ潰れるのかという話、つまり戦前のポイントのリターン、どこなのかって言われたら、私の大学時代の恩師である、えー、岩井忠熊先生は、 小作林爆殺あたりを挙げてましたけれども、まあ、それやとさすがにちょっと早いかなまだまだ、まだ戻れたかなという気はしますので、私はあのやっぱりこの立憲主義が完全に否定されてしまった。 天皇説問題ですねで。その天皇機関説問題の時の内閣総理大臣が岡田圭介で私のイメージでは岡田圭介軍人内閣なんでというイメージなんですけどもまあいろいろ調べてみるとあの岡田圭介はそれなりに一生懸命なんとか立憲主義を守るべき守りよく戦っていたんだけども私のイメージを言うと最後にひよったつか身のべたつきのトカの,の尻尾切りを行ってそれを見誤ったと。 岡田圭介に関しては、彼の初記が、手記通過は戦後になって、次男の、えー、方があの、まあ、聞き書きした、まあ、本があるね。それが、えー、割合、えー、ただあの戦後になってからの岡田の言い分なんで、若干割り引かなきゃならないっつうのと、それから、まあ、岡田の陸軍嫌いっつうのは、 まあ、それは226でひどい目になってますから、そういうのは、あの、割引ならない。それが、まあ、岡田に関しては、ほかに、あの、秘書官であった、坂水久恒の、戦後、えー、池田大学で郵政大臣や経済企画長長官を務めた、えー、坂水久恒の回想録があって、まあ、こういうあたりは結構あるんで、それなりに資料、あの、私みたいな門外観でも資料を取りやすいというのがあって、主人公、岡田圭介に、まあ、死亡、えー、だと。いうことなります。 いろいろと新しい発見があったなということですね。いや岡田啓介のそういった一連のものがあるということを知って、まあ、この、あ、これでいけるわと。いや、実は、あの、私、近代は基本的にもうほとんど門外観なんで、何も知らないと。あの、資料とかもわかんないというレベルなんですけども、まあ、岡田啓介回顧録とか、そのいくつかあって、それでいけるなと。 もともと海軍方面には、あの子供の頃からあの軍家のプラモが好きだったんで、海軍方面にはそ,こそれなりに人脈とかえ人間関係については、ま、あの最低限、条約派とそれからあの艦隊派というのは頭に入ってたんで、その辺は、あれですね、ただ、あのまあ、有名な条約派として岡田圭佑は上がってくるんですね、岡田圭佑はやっぱりあ,のあんまりあの戦争、海戦の方では全然あの活躍してませんから。 いわゆる、えー、軍人らしい武君艦とかそういったものとは無縁の人だったらしくて、時代が、ね、平和の時代だったんですね、岡田圭佑が基本的に軍人現役の軍人としてあの活躍した時代というのは、基本的にあんまり日露戦争の後、まあ日露日露戦争にも参加してますけども、あまり派手な動きはしていないと。 これは、えー、柏消防の方で作っていただいたやつで、最初から挙げてますけども、今回はこうです、ね、立憲性を念頭にいた大日本帝国憲法。憲法つうのは、あれですね、御憲つうのは、御憲運動つうのは常に、これは日本では常に、御憲運動つうのはあの反体制的に見られると。これは戦前戦後つ、戦,前戦後、続いて変わらないと、えー、いうことですね。だから 大日本帝国憲法に戻せ言うてる人は、多分大日本帝国憲法も邪魔になるだろうとしか思えないわけですね。だから私は基本的に,大日本あのに、大日本帝国憲法に、まだ日本国憲法は、えー、どうたらこうたらだ、大日本帝国憲法に変えるとは全く信用してない。い多分その人は大日本帝国憲法も理解してないし、大日本帝国憲法も多分邪魔だろうと。というのは、大日本帝国憲法というのをそれなりにちゃんと立憲性を念頭て置いてるわけです。それをまあ見ていこうと。 で、だから、章立てでは、えー、立憲的だった大日本帝国憲法と。現在、日本ではものすごく立憲主義に対する意識は、はっきり言うと、評価が低いと。いう感じね。なんせ、この章の、えー、後半部分の、えー、一部があの、文春に載って、さらに文春はヤフーに載ってたんで、まあヤフーでも、私のこの文春一部が読めたんですけども、そうした y a h o コメにも結構入ってきたんですけども、 そこではっきり書かれてたんですけども、あの私は名前出さなかったんですけどね、あのこれはあの首相秘書官の磯、えー、崎陽介氏ですが、立憲主義という言葉は私は聞いたことがないと、あの授業では、講義では聞いたことがないというふうにうたっ,って、まだ立憲者やってるらしいけども、立憲主義との私は聞いたことがない。なわけないやろと。なわけないやろと。法学部、東大法学部で立憲主義という言葉を授業で聞いたことないって、お前寝てたんか、寝てたか、それともあのサボってたか、それともあの嘘ついてるかのどれかやろと。 これは私は嘘ついてると思ってるんですよね。要するに、あのそういうふうに言うとけば、知らない人らは、そ,そうか、東大の法学部でも知らないのか、言うて吹き上がってくれますから、あのとりあえず嘘つ,い嘘ついてデマ流しといたらあの、そのデマを正すのはものすごい時間かかる。そういう社会だなと、私は今はっきり思っております。で、問題は、磯崎洋介氏がそうはっきりした嘘をつくことではなく、 そういう人が高い地位に、そういう重要な憲法改正に関わるような重要な地位につける、そういう政権を多くの日本人が支持している、支持率高いですからね、安倍内閣は第2次安倍内閣は,あ内閣はあの非常に高かったですからね、憲政体制最長の政権記録を打ち立ててますから、これはもう熱狂的に支持したというふうに、まあ、歴史学的には多分言われるでしょう。 日本人はあの安倍内閣を非常に熱烈に支持したという評価で、もじゃないと思います。あのこれあの、左側の人は結構、なんか、いや、こんなもん、あのえー、そんなわけない、支持率はもっと低い言,言ってますけども、いやあの、これはバカにしてはいけないあの。非常に安倍内閣に対する支持率は高かったと思います。で、そのでは立憲主義というものは評,評価されない。ただ、もっとも立憲主義というのは、例えば、あの、 日本共産党もともとは立憲主義に関しては低いですね。要するに民主主義と立憲主義とはこれ対立します。要するに民主主義で決まったとしても、憲法で定められていたらその、それはあの、例えば民主的な手続きを踏んでもダメなものはダメとなりますから、実は民主主義ともしばしば対,対抗するとか、民主主義ともあの対立的なものになると、立憲主義な。立憲主義とは何かやったら、 憲法で国家権力を制限するで。この国家権力を制限するのはもちろん、あの先制政治のことが意味されますもちろん民主主義的な国家権力も憲法で制約されてしまうわけですね。そういう意味では民主主義との間には、えー、緊張関係はある。ただ、あの国家権力が暴走しないように国民の基本的人権を守る。 もちろんそれが時代遅れになっているとは、そういったこともあって、まあ、今の,あの憲法を変えなきゃならないという人々は、あのそれが時代遅れになっているから、あの憲法の、えー、あれはダメだということで言ってるんでしょうけども、問題は立憲主義を、その憲法を変えるときに、立憲主義を守らない、立憲主義に立たない憲法という名前のもの、それはもはや憲法ではなく、憲法という名の何かですよね。 具体的に言いますと、えー、これ、自民党の改憲草案と、まあ、これもあの私はまあちょっとぼかして書いてますが、これもあのヤフコメでは,はっきり名指しされてるんで、あのあ、ちゃんと分かってる人は分かってるんだな <laughs> と思っ,て思ってましたけども、自民党の改憲草案では、あれですね、憲法を国民に守らせると、国民に憲法遵守のあれをやってると。 でそれはもはや立憲主義ではないし、それはもう憲法ではない。憲法という名前だけども、それは憲法という名前の何かであるということで、私はだから現在の状況というのは非常に危機感を感じてます。で、岸田政権の下では、憲法改正については最低限のものにすると言ってますけども、あのそれをするんだったら、ああいう憲法というのは何かを振りかざした。 体制とはきっぱり絶縁してもらわないとで、それは未だに一応残ってるわけどね。ということは？まだそ,それになる可能性はある。どう触れるかわからない。だから、ちゃんとそういうのは決別してもらわないと。私はまあ、個人的にはもちろん。もうあの憲法はいち変える派なんですけども。もまあ、憲法を変えなきゃならないという話で言うならば。まず、その憲法というのは何かを出したことに関する徹底的な総括。 つうかまあそういうのを出した、そういった勢力が支持された、そういう社会では憲法は一軸く変えてはいけないと、どんなに問題があろうと危険であると思います。要するに立憲主義というものが雑に使われている社,社会では憲法を変えるとあっという間に潰れるよと思います。 大日本帝国憲法でも、実は大日本帝国憲法は意外と立憲主義的なんですけども、それが破壊されていく過程で、私はその大日本帝国憲法における立憲主義的な側面がきれいに破壊されて、大日本帝国憲法が憲法ではなくなった瞬間というのは、やっぱり第一次、第二次国体名庁生命なんですね。あれで、えーけあのー、大日本帝国憲法は憲法としての側面を失ったというのを思っています。 それが結果的に戦争につながっていたと。ブレーキを失ったと。大日本帝国憲法に戻れ戦前は素晴らしかったんだ言うてる人ら、その戦前はどこなのかということなんですね。1920年代なのか、30年代なのか、それとも40年代なのか。40年代は大日本帝国憲法が、36年、大日本帝国憲法が破壊されてしまった。その後の話を、その後の時代が素晴らしいというのに私は絶対に含めさないと。 大日本帝国憲法というのは、私は、まああのまあ、評価は実はあまりしないんですけどね、大日本帝国憲法で。ただ、まあ、アジアにおける最初の立憲主義的な憲法であるということで、限界は多くあるしいろいろと問題はある。これ結局、まあ、井上講和紙的なものが入ってきてますから、伊藤博文的なものでやったら、もうちょっとまとまっただろうなとは思いますけども。 あちなみに、これ、あの、よく伊藤博文に関しては、あの、朝鮮植民地支配の関係とかでよく言われまして、伊藤博文で意外といい人だったんじゃないか、なんて言われるんですけど、いや、まあ、朝鮮の問題に関しては、微妙、かなり微妙だし、それは、あの、今回出てくる渡,渡辺正太郎もものすごくええ人っぽいけども、まあ、朝鮮政策では結構えぐい人だらしいらしき、らしいし、まあ、井上茂良なんかも、えー、重慶無差別爆撃の首謀者ですよね、あれは。 戦争責任はものすごいあるわけですね。まああのその辺は100%善人と100%悪人つないない。まあミノダムは私は悪人に色分けしてるし、渡辺正太郎とか岡田圭介どっちかたらいいものに色塗りしてますけども、まあ本実際のところはまあそんな単純なも音ではないというのは現実です。で大日本帝国憲法すら守れない政治体制 に回帰していく危険っいうのは、これは、えー、非常に私はあの強く感じているというのが現状なんですね。まあ、あのツイッターでも、えー、あの1ページごとに怒りが噴き出していると評してくれた方もいらっしゃいますけども、まあ実は、よう見たはるなと感心しましたね。<laughs> はい。その方は私の動画を見てくださっているようで、 歯に絹着せぬ、ケけケけたものをいいと言うて、ん、そうかな、一応歯に十二人ぐらいは被せてるつもりなんだけどな、私は思ってるんですけども、一応言いたいことの十分の一ぐらいしか言ってないんですけどね。<laughs> この話を書くきっいいかけは、実は私はこ、あの、ネットでふと見かけた、この大日本帝国憲法制定時の伊藤博文森有則論さんですね。これも、あの別に私は論文とかそういったもので引っかかってなくて、ネットをだらだらやってたら引っかかったという。 実際に帝国議会のそういうものを取り寄せて読んでみたんですけども、18条、ここで、ここの行きますね、日本国、日本市民たるの要件は法律の定めるところによる。これをめぐって、憲法制定の時の枢密院での議論で、森槍のりがかみついたんですね。森槍のは何を言うとか言ったら、新民日本 新民ただの要件で、その憲法において日本親民は、訳するとサブジェクトであると、つまり、対語、で対義は,は天皇であると。天皇に対する親民はサブジェクトであって、天皇にして文言と責任のみを背負うものであって、権利なの、権利親民の権利というのを憲法を定めるのはおかしいというふうに、俺れいには噛みついたと。 いうので私はそれを見て、ものすごい意外な感じを感じたんですね。森有則というのは、かなり、えー、リベラルな方伊藤博文よりもリベラルなんじゃないかと、私は思,あのそういう思い込みがあったんで、あのそこで森有利が、親民というのを、親民には文言と責任のみがあったと、だから、親民の権利、義務ではなく、親民の分際とかけというふうに言ったのを見て、ものすごい意外な感じを受けたんですけどこれ実は意外でも何でもなかったと、実際に深く読んでみると、えー、意外でも何でもなかったと。 えー、森有範の,のこの親民というのは、天皇にとって文言と責任の身を持っているのであって、だから憲法において権利義務を定めるのはおかしいと、権利をお責めたのはおかしいと、親民の分際というふうにおっしておけと、えー、いうふうに言って,て伊藤博文は立憲主義の思想でもって、森有範の,の言い分をまあ批判するわけですね。あの森の、えー、言い分は、まあ、あの実際には、えー、数密院のあれでは全て番号にってますね、14番なんですよ、森は。 森の言い分は法学、憲法学に対して退場を命じたようなもんであると。何のために憲法を作るかやったら国家権力を制限し、親民の権利と義務の範囲を定めて、親民の権利を守るためにやるんだと。これを書かなければ、国家権力はもう無限大に強くなるし、親民の権利はなくなってしまうと。これを憲法に記すさなきゃならないと。それに対して森はこういうわけです。権利っいうのは 憲法に書かれるから守られてるんじゃないんだと。そのなもん書く必要もないんだと。憲法で定めるべきなのは、親民の権利義務であって、どんな権利があるのかなんて、そんなことあの、憲法で決めるから、国民は憲法に書かれてるから守られてるって感じ、そんなもん、憲法に書かれては書かれてもええが、国民には、えー、固有の権利があるんだというのが、森槍りの考えなんですね。 だから、森槍の,の話は極限すると、憲法で実刑がえられると錯覚を起こさせるんだと。いうことですね。森槍りの,りの話をもうちょっと、えー、あの広げると、憲法を変えれば添付人権論を否定できるという思い込むやつらも出てくるかもしれないと。でそれは急ではない。現に添付人権論を変えようというふうにあの主張する政治家が与党ですからね。 片山さ,つきさんは、えー、添付人権論を、えー、否,定する否定する、そういう,憲法そう,いう思いを、えーまあ、憲法に込めましたとっていうふうに言ってて、まあるいはあの、あれは世耕さんやったかな、それと萩生田さん、世耕さんか、フルスペックの人権と、それからあのそれをかな全員に与える必要はないんじゃないかと。要するに、そこでは基本的人権というのは、国が与えるものという意識がやっぱり強いんですね。で、そういう人らがやっぱり今、圧倒的な支持率を得ている。 とというのは私やっっぱり非常に危険なな状況だなと思ってます憲法ら変えれば添付人権を否定できると思い込む危険がある。で、森有りのりのこの軽古というのは、むしろ現在の我々には非常に重要な問題であると。いやであの、ただ、伊藤博文は要するにあ、森の言うことも分かるけども、書かないとだめでしょというのは、多分伊藤博文の考えなんですよ。書かないと、そんも知らないじゃないですかと。これはあの、伊藤博文が憲法制定過程で最初の,あのグナイスト、 から離れてフォンシュタイン。に行った時の話が結局そこなんですよね。どうもいや。これはあの小学校の時にあの室谷常三さんの漫画で読んだんですけども、6年の学習で、きっとお披露目は最初ベルリン大学のグナイストに着いたと。都がグナイストはあの親切でないし、難しいとあのウィーンに行ってウィーン大学のフォンシュタインにえ学んだらプロイセンの憲法2。の 国家、国王が権力を持っているということが言って、これだと思っんですけど、私はものすごい不思議だったんですよ。いや、グナイストかとんなこと言ってるんちゃうんかいなと。いや、グナイストの言うてたら、新墳かんんやって,てグナイストの言うてることに何か納得がいかないから、シュタイン止ったんだろうと。これだったら、グナイストとシュタイン分かんないと思ったんですけど、これは後で分かったんですよ。あの最近だって。どうも。 伊藤は、グナイストはあまりにも国家主義的しすぎて困ると、ぼやテてるたそうであって、逆に井上コ橋は、グナイスト先生最高と。で、事実、グナイストが英語、伊藤博文は英語しかしゃべれないんですが、グナイストは英語を使わなかったんで、通訳を返さなければならないという不便さがあったことに、伊藤のフラストレーションがたまったのは事実なんですけども、それだけはってどうも、伊藤の中では、グナイストの。 国家主義的な側面に嫌気がせしたらしいとで、フォンシュタインは結局何を言うたか言ったら、フォンシュタイン自身は彼はあのかなりアナーキストなんですよね。あのプロイセンで、反プロイセン的なことを言って追放された人です。だからウィーンによるんですね。で、あのそのシュタインは、伊藤の悩みを聞いて、今の日本の人権に関する認識で、いわゆる人権論を、憲法を作って、今やるんかなと。 それに対してシュタインは、ほんならもうプロイセン式で行くしかないんじゃないのと。要するに、国家権力の制限を天皇が制限する、そういうプロイセン型で行くしかないやんと。俺は嫌いだけどもあの、今の日本の現状を聞いたらそれで行くしかないじゃんというのがシュタインの言い分だったみたいですね。これが天皇新建設を唱えた穂積敦歌です。これ有名な話があって、穂積敦歌は自分の憲法学の本の序文に伊藤博文を要請したんですが、 伊藤はあなたとは意見が違うと言うて、えー、拒,否拒否したと。これは伊藤がまだあの朝鮮主義、政党政治にかかる前の話ですから、まあ、あの穂積扱と伊藤博文はかなり違ったんだろうと。伊藤博文はやっぱりそういう意味ではかなり立憲的な、えー、発想を持った人間なんだろうということは分かります。後に、えー、彼は立憲政優家を作るんですね、政党政治となりますが。大日本帝国憲法の続きですけども、天皇は新選して侵すべからず。 大日本帝国憲法で、まあ、最も読めない条文を1個出せ言われたら、やっぱり日本国憲法って多分第9条、で、大日本帝国憲法って多分第3条、天皇は新選して犯すべからずだと思うんですね。これについては、あのまあ、これをざっと見るだけだったら、天皇は新聖であると。だから天皇は神であるというふうに言ってると。で、これは要するに王権真授説。 に立つもんであるというふうに、えー、見られているわけですが、伊藤博文自身が書いた憲法議家では、どっちかとったら、この君主無党籍の原則に、えー、乗っかっているように読める。どういうことかと。第1条では、大日本帝国は万世一系の天皇、これを統治すると書かれていて、天皇が統治する。これあの、実はいろいろと書いてあるんですね。 で第4条では、天皇は国の元首にして統治権を争乱し、この憲法の上記によりて、この憲法の上記によりて、これを行うと。この第4条の、えー、説明で、あの伊藤博文はこう言ってるわけです伊藤博文は、用途対つのを使て、本質は天皇が中心に座ると。でそれがないと国家としての形はなさない。で 要、つまり、実際の運用、憲法の縛りがある、憲法による制約の下に天皇の権,権力がある、これがないと先生になると。というふうに言ってます。だから第1条、第4条、どちらが重視するか言ったら、伊藤博美は明らかに4条の方を意識している。で、さらに、これよく言われてるんですけど、第1条、第2本という憲法は、これを当時4条 統治権を討乱し、つまり天皇に主権があるとは書いてないんですよね。あくまで統治権、統治する、統治権とは言われて、主権天、だから天皇主権説と言われますけど、実は天皇主権説ではないんですよね。大日本帝国憲法は、これで難しいとこいすね。あの天皇主権説という意見と、天皇は主権者ではない。 という見方があって、あくまで憲法の制約のとに統治権を騒乱しているにすぎないと。恣意的な天皇体権の行使を憲法に制限しているというふうにまあ呼ぶ意見もある。天皇に主権があるとストレートに言うのは天皇主権説ですね。天,天皇主権説、保身扱いなんですね。それに対して、主権というのは実は天皇ではなく、 法人である国家にある、国家法人説ですね。法人である国家にあり、天皇はその国家の最高機関として統治権を行う。で、こういうシステムにおいては、第三条通うのは、要するに、天皇は最高機関で統治権を行使するわけであって、いわゆる立憲君主制であると。従って、他の機関、天皇の保筆機関が、 放化したとしても、天皇は憲法及び法律はそういったものに違反してない限り、その内閣の保筆機関のを追認せざるを得ない、差し止めることは原則できない。従って、君主は政治責任を問えない、それが犯すべからずというその文言なんだろう。だから第三条2のは、伊藤博文に言わせると、 天皇は神聖で仰ぎ見るもんであるということと、それからもう一つは、憲法のあくまで上記によって行っているために責任を問うことはできない、批判することはできないというふうにえある、ね、だから責任は内閣が取るというのが伊藤の解釈であって、伊藤博文は少なくとも大日本帝国憲法、極めて立憲主義的に捉えていたというふうにまあ言われていると。 これあの実はどっかで読んで、ただその出典がわからなくて、ほんまやるかどうか分かったんですけど、伊藤はじゃあ、憲法、どういうふうに実際にう、憲法の理屈はそうだ、じゃあ、運用はどうだって分かったら、憲法は無視すればいいんだよと <laughs> 言ってたらしくて、で井上駒氏が、いや、決めた憲法をちゃんと守らな、だめでしょうと、なんか切れてる話があって、それ、どこで読んだんやったかな。<laughs> 本当はその話もちょっと書きたかったんですけどね。ただ、ちょっとあの出展、なんか、出展通過、もしかしたら間違えてるかもしれないと思っで、とこで女ちょっとあの見当たらなかったんで、結局それは書かなかったんですけどどっかで女なんですよね。伊藤はじ、じゃあ、あの憲法に対してどう向き合ったか言ったら、実はものすごくいええ加減で。憲法なんて女も、一応女もあの、適当に相手へりゃいいんだよと言うで、犬へこわし犬へこして真面目なんやと思って。 ものすごく頭は硬いけど、結局、あれなんですよね、大日本帝国憲法って井上壊し的なものと伊藤博美的なものがぶつかり合う中で、あの形になっていったわけです。で、伊藤博美とは、まあ、作った憲法を、昔、まあ、使ってものますけど、無視したらええと、憲法なんてあんなもん守らんでええんやということを言うて、で、井上壊しは、いや、作った以上守れよと。そしたら、不満もあるけど守れよというのは、あのあ、面白いなと、井上壊して、クソ真面目な男がやったなと思って、ちょっと井上壊しをちょっと見直しました。 私はこの天皇帰、えー、関説、天皇帰関説事件で、天皇帰関説が終焉したときに、あ、終わったと。大日本帝国憲法というのはもう終わったと。あれはもう、それ以降は大日本帝国憲法は抜け殻から、か殻やと。抜け殻やと。でそれが結局、戦争に行ったと。で、そのあたりの流れを統帥権甲板と一見性の浄土と。 犬養毅氏、まああまあ、私は中学受験の講師を長くやっておりましたから、まあ、大体おっしゃるわけですね、五・一五事件で、えー政,党あのまあ、政党政治が始まると、原敬でで、特に加藤高明内閣以降、憲政の浄土というのが出来上がり、政党政治が8年間続いたと。ところが五・一五事件で犬養毅氏があの死んだ後は、えー、政党政治は終わって軍人内閣が続くと。 斉藤誠岡田あの犬飼の次は斉藤誠で、その次は岡田圭介。で、この二人とも軍人なんですね。だから、この中学受験の教え方では、斉藤誠琴と岡田圭介っていうのは、どっちかっいうと悪役で、岡田圭介の次の広田幸輝は文民やから、ああ、まともな人なんかな、と思うんですね。だから、斉藤誠琴と岡田圭介に関しては、あのどっちかというと、ものすごくマイナスイメージを持つし、実際、えー、斉藤誠も岡田圭介も軍人であると。 いうことで,で、この岡田圭佑、斎藤誠、岡田圭佑っていうのは、特に私みたいな立命館の関係者やと、斎藤誠の時にあに、滝川事件が起きて、兄弟の先生が大量に立命館に流れてきた結果、立命館大学は戦後にあの大きく飛躍,する飛躍することができたと。斎藤誠、ありがとうと。<laughs> 言論弾圧してくれてありがとうと <laughs>。言わないですけどね。けしからん、けしからんと言うんですけども。 台東誠岡田圭介あ先にあの、でもあれですね、話ちょっとあの切れてますから、一旦大日本帝国憲法の18条、3条、えー、これをちょっと見ておきましょう。で、あの岡田圭介の話はまた後で。ということで、一旦話を切ります。伊藤・森論争とほ,ほ,ほぼ同じ対立が合衆国憲法制定会議でワシントン派とジェファーソン派内でありました。結果、ジェファーソン派、ジェファートーマス・ジェファーソンの官邸で修正1条から重要を加えられました。 アメリカ滞在中の森がこの論争を来て、ワシントン派に共感したことが、伊藤智子さんのおかしなとはどう思ってますですよね。森田は、そらくアメリカにその頃、あの、おったんですよね、これ。つうか、アメリカにおって。私も実は、あの、あまり合衆国の歴史はじ、あんまり詳しくないただ、ワシントンのジェファーソンの話はち、ちょっと、ちょっと、あの、これ、あの、 私、アメリカに小2から小4までおったんですが、アメリカって結構歴史教育をものすごくするんですよね。うん、だから、小学校3年生の時に、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリンという偉人、彼らは偉人だということで、あのこういうワシントンとジェファーソンの対立の話はあまり出てこないんですが、なんかちょっと,ちょっと読むと、ワシントンとジェファーソンの議論があったりして、 ジェファーソンっつうのは立派な人間なんだというふうにまあ学ぶんですけども、あったとしてもおかしくないですね。うん。森有のりの、そのあれがどっからあれ来てるのかわからないです私も。そんです、ね、そんもっと詳しく知り合いはよかったんですけど、でもありがとうございます。うん、ちょっと面白い式典です。ちょこうさね、よく分かんないですね。分かんないですけど、帝国憲法がね、結構まともなもんやいのはね、 何書いてあったんやろう高坂正孝や。あ、そうそうそう。あの、郷坂正孝、私は寸大の時に、あの、そあの、公演に来てはったわ。帝国憲法は、憲法だらしい憲法やと。<laughs> 日本国憲法の方があんな文学的なのはダメや。<だ> <laughs> そういうふうにダメ書いたね、は、うん、い、じゃなくてね、ああいうのは、あの、どうにでも解釈できるから、まあ、解釈によって、 その気になったらどうにでも読めてしまうんやん。あ、大日本帝国憲法ええと、日本国憲法。あ、日本国憲法。うん。だから、あの、ルールというのは、解釈のしようがないものがいいんやん。まあ、大日本帝国憲法も結構、あの。<laughs> マグナカルダみたいにね。ああ、はい。王様は誰でも捕まえることができると主張しているが、そんなことはない。そういうのがいいんやん。 日本国憲法は美しい文章で書いてあるから、解釈の幅が広く取れるから、そういう人にかかったら、どうにでも取れてしまうからよろしくないって、ああ、そうか、好きですよ日本国憲法でも確かにそれ言えてますね。まさか、あんな保やつかの方がまともやとは思えなかったですからね。<laughs> ズミヤツカがこんなやつはダメだめだいうたレベルのことが日本国憲法の下でできてしまうというね、これ、万の順一さん書いてるけども、この10年間の,あの異常なあの議会継承を見,た見,見せられると、目の前で見せられると、このズミヤツカの言い分が素晴らしく感じられるとか言って日本国憲法はやっぱ性善説ですよね。 ですね、戦後日本人は反省してるということのように立ってるけど、うん、実は日本人は反省なんかしてなかった。で<ー>してな,かったでしないでしょうねそれ、うん、お多分多くはやった。いや私はずっとあの京都におったんで京都のそれもあの。 大山崎長って、今でも共産党が3分の1で議席を取るという、であの今の町長も共産党系、もともと自民党系なんですけど、共産党が勝手に連絡に乗っただけなんですけども、とりあえず共産党のめちゃめちゃ強いところで、しかもうちの私の住んでいたあたりは、共産党か公明党なんですよ。 いい家庭が大体、共産党が公明党という。だ共産党のポスターと公明党のポスターがずらー並んでるようなところに住んでた、住んでたから、戦争も。<laughs> で、あの、教師はみんな日教祭やし、日教祭はいいから、あの、共産党系やし、そういう中で過ごすとあれなんでけど、ちょっと離れるとやっぱりね、あ、違うやんや。<laughs> 俺自分の <laughs> いる場所が普通や思ったらあかんねや。 大日本帝国憲法もね、これ、きちっと守る気で守ってればね、ああ、ひどいことにはならなかったわけでしょそうなんですよね。まあ、解釈のうち大きな事実なんですよ、うん、日本大日本帝国憲法も意外と。例えば、首相のやり方書いてないですからね。うん、だから結局、解釈会見であの乗り切ってるのは事実なんですね、大日本帝国憲法も。だから穴だらけなんですよね。 大阪さんの日本国憲法はどうとか言,っか言うてたけど大日本帝国憲法も相当やんかと思う、ね <laughs> うん、首相の決め方がね、言論に任せるとかなんかやって、それすらなかったから、書いいてないですからねね書いてないんですよね結局、だから天皇は勝手に決めて失敗したらしゃれならんから、言論というそういったものを作って、そいつらがやる、それしかも言論も追いかけなもんで、結局最後は西恩寺一人になっちゃうわけだし。 あれ補充しないんで、すってね元老でで死ん西園寺があのいなくなっちゃった後はもう重心が集まってて、まあ、結局、まあ、元老がこの重心になって、でも、最後の、一番最後の一番、やっぱり非制度的なものだったから、一番最後の一番大事なところで、木戸孝一が一人で決めちゃったんですよね、あれ、東條秀樹を。 帝国憲法をね、解釈改憲して、最初デモクラシーまで行ったわけでしょ。そうそう。あそこで足の引っ張り出するんですよね。うん。政党同士が最後の大そうそう。大事なとこで。大事なとこで。いや、だから、あの、これは、あの、斎藤誠とか岡田圭佑、それから生誕見てるって私は、あの、泉健太に言いたいんですよね。そんな、あの、ひってたら。打たれんで,んで。<laughs> 泉健太は実は、あの、立命館の OB やから、で、あの京都三区やったんで、大学院の頃かな、なんか私は家にいなかったんですけど、なんか家に出まくってたらしいんですよ。ハっ、えー、と、ニュースがいらっしゃいますか言うて、立命館の OB で、今度あの出馬されたら、泉健太ですとか言って、まあ、うちはあのみんな共産党支持してるから、あ,のあ、はいはい、分かりました <laughs> と言うて。<laughs> うちは無,無党派であの、うちの父親は絶対言わなかったけど、多分あれ、社会党支持しててで、社会党がなくなっちゃったらどうすんやろう、もうあの自民党か公明党か共産党これはもう危険やなと思って言ってたら、ぼそっと共産党に入れたいって、けど <laughs>、今日の話聞いてると、小や康かなんかり立派ですね。 そうなんですよ立派なんですよあの。これもうちょっとの方で出てきますが、穂積泰かさん、ちゃんとあの三権分立っていうのをものすごく厳格にあの言うんですよね。あのね、実は宇和島で今、歴史論争みたいなのがありましたね。はあはあ、穂積泰香は宇和島出身なんですよ。うん、あの兄貴の穂積信重とはい、はい、一緒で。で宇和島市の教育委員会は 子どもたちは歴史文化に馴染んでいるとか言ってなんか観念論を言うとるんですがああ何を言うとんねやと思うとそんなもん教育もしてないやないかい <laughs> あの博物館を建てることでちょっと話に論争になってるんですよ<ー>、うん、ほれで細やつかなんか全然登場しませんわ兄貴の信繁はよう登場しますけど や,やつかは、やつかは、あの、まあ、言うてることを私はそんなに賛成しないけども、あの、姿勢と、あの、それからまあ、あのなんかものすごく伊藤博文とかにペコペコしてたらしいとか、そものすぐ権威主義的なところはなんだかなと思うけども、言うてる内容は、私は天皇帰還説の方が正しいと思うんであれやけども、まあ、彼なりに筋は取ってる人間ですね、あれは、ものすごく。うん、民法かなあん<あ>。の時に活躍しとるんですよね。 民法で、滅ぶとか言ってそそ、うん、そうそうそう,そうで全然ほ見やたの、今日あのおしなんか教えませんわ。ああ、まあ、教えにくいのは教えにくいかな。うん、<laughs> 帝国憲法ってね、高校ではちゃんとやらないですよ。ああ<ー>、う,うん、うんあの。一応、天皇は神聖で、神聖って言葉入れるとかね、うん、それはやるけど、 仕組み時代をきちんと説明しない、それからさっきあの先生が説明したようなあの君主無党籍とか、これやりだすとね、うん、ごつ難しいですよ、うん、これ、高校生理解させるの大変ですよ。大変ですよね。私は大学で大体たい喋ってたけども、うんうん、大学生でも多分難しいけども、一応 Yahoo なめたら、大学の講義レベルなので、しっかり読んでほしいと書いてあって、ありがとうございます。 やこれ高校生にはこんなにあの理屈がね複雑に歪んでるでしょゆがんでるで、うん、<laughs> というかといかへんからね要するにこうだにならへんでしょ説明聞くとああそうかと統治圏と主権は違うんやとかね、うん、なるほどと思うんですけどね 統治見と主権は違うという、そこを説明するだけでも大変なことやなと、まあ、大学やったらできるんだと思いますけどね。大学は分からなかったら飛ばしていったらいいですから。大学とそれから中学受験の塾は簡単で、分からないと置いていくんですよ。上に合わせないとあのクレームになるから。学校は難しいと思いますね。置いていてまあまあ、まあ、このレベルまではやらないですね。 うん、で抵抗憲法について。そ、うん、うね。条文オペ時計ぐらいですね。1> 第1条とか第3条とか。うん、で結局、抵抗憲法、シビリアンコントロールができないから。それは最悪ですね、そこが。うん、<laughs> それとあとは、法律の範囲内でというふうにして、法律に丸るだけしてまったのがまずですねあ。そうですね、うん。制限できちゃうというこそうそうとにしちゃったから。 法律であのそのそ法律に枠をかけるべきなのに、法律によってあの逆に憲法を規定しちゃうという、これ、致命的な結果だと思うんですよね、実は。実は立憲民主党ね、あの立憲民主党名前つけたときね、はい、立憲主義で、こっち言っててね、はい、うんあの線で押せばよかったのにね。中最近 <laughs> 立憲の立憲はどここ行っっったんんやーってて <laughs> <laughs> とになってますもんね、うん、立憲民主党はもうなんか最初ものすごい期待したんやけどな私実はあそこここでリーダー選ぶいうときにね <laughs>、うん、えこの人選ぶのって <laughs> <laughs> いうことをやりますもんね、うん、カンナウトで失敗してからずーっとリーダー選びに失敗してる <laughs> <laughs> つがリーダーなる人がいないんだみんなで選ぶとね、<laughs> ダメなんですね、あれ。うん。枝野さんときみたいにね。うん。どうでも長くなって俺がやるって言うときはいいんだけど、一回枝野さん選んだんか、みんなでね。つかも、もっと、あの、あれは、かし、あれはあれね、枝野が一人で立ち上がって、それみんながついていった感じか。うん、その後一回選挙つしたんちゃうんですかあ<ー>、一<れ>回選挙しましたね、それや、うん その後ねここうというときに選んだリーダーがうん,うん <laughs> ということになって立憲民主党と民主党リーダーよはうーんと多いなーとか多分人材がうーんと多いなーという <laughs> <laughs> 悪いけど <laughs> 組合ですわ連合にこうこびを売ってる立憲見たらもうあの斎藤誠と岡田圭介の顔しか思い出せない いや結局、社会党もそれ組合の党ですもんね。うん。連合がもう今あれ、あれ、もう昔の、えー、民社党ですやん。<laughs> まあそうですね吉野。吉野さんってもう完璧に民社党レベルじゃないですか。1930年で末の社会大衆党だよ、あれ。ちょっとだけ組合役にしましたけど、その時に思いました。社民主党とか社会党とか言って、これ、党って何やん。ほんまに何や思いました。 なるほど共産党は共産党があって、共産党が組合に入ってくるけど、うん、社会党や民主党で、社会党や民主党が組合に入ってくるわけではなくて、組合が社会では民主党に送り込んでいくんやと。ああだから、心潰れたら<う>あの終わっちゃったのね。心潰れたらでかかったのね、心潰したのは。もうね、同盟のやつら、大きな顔してますよ。もう自分が党やと思ってますからね。ああ 関係ないやから <laughs> 組合の現場ではね、共産党と仲良くできないわんと。うん、さはさりながらしかし <laughs>。難しいところで,す、ね、<laughs> でもね、あの思うんですけどね、<laughs> 実際の選挙の現場っていうのは、厳正利益でて言うことでしょうん。だから、実際、田舎にいると、自民党の方に行かないと、なんもできないんですよね、うん、あ予算取ってくるときに。はいはい そうなんです。公明党も結局あそこは原生利益やから、利益が落ちてくる方に行くから、うん、民主党ね、そういうね、努力さいとこないでしょないですね。いや、組合は組合でいいから、組合の利益取りに行けばいいんだけど、うん、それもせえへんし、政権手放しちゃうでしょ、うん、せっかく政権取ったのに。あのも何回でも政権取って予算組んで、ジムラの支援者に。 利益分配したらよかったのに、あと2年でも3年でも。いや、その年ね、戦前の方ね、まだね、うん、帝国議会で税金や予算の分取りやってますよね。まだしも、<laughs> あの方が、まあ、そもそも政権交代が行われていたというのがね、戦前はう,、ねうん、うん。1920年代まではね。そうですね。うん。だから30年代は、やっぱりでいや、やっぱり36年ですよ。 226事件か天皇機関説か、この辺で,で、そうそう、あの,であの実は226事件の直前のあれで、立憲民生党はボロ勝ちしてるんですね、声優会を破って。で、その直後に226事件が起こったんですよ。ただ、その後の総選挙で、またあの社会大衆党が大幅に議席を伸ばしていて、万野純次さんそれをし昭和デモクラシーだというふうに、ね。 もう憲法がぶつぶれてしまってるし、結局、その社会大衆とは何やったか、斎藤隆夫何やったかということを考えたら、あれはもう、あだあのまあ、腐った土壌にはアダマなしが咲かないと、吉川氏が三国氏が言ったけども、そういう世界だろうなと思ったんですけどね、土台が腐ってたら、そこにで出てくるもんもあの腐っとると。例えば天皇帰還説のところで踏ん張らなあかんかったわけですね。そうですよ まあ、岡田圭佑自身も、ものすごく反省してますからね、あれ、<laughs> 下手訴えって言ってますからね。一時はこう天皇祈願説が主流で、天皇も官僚もこれや、もとったんでしょそうなんですよ、うん。うん。そうなんですよね。不思議なことに、国会の中に天皇祈願説、おかしいやつがおるんですね。そうなんですよ。議会の方に。<laughs> うに、ん。まあ、なかなかこれねあの、声優界の恨みがあるから。 岡田圭介が結局下手打った感じやけども、その辺、まあちょっと見ていきましょうか。はい。<laughs>